はい、どうもアピグルメ案内人の順です。今回は山形県天童市にあります山竹さんにお邪魔したいと思います。ではですね、じゃがいものエスプーマが乗ったカレーそばがいただけるということで、もう興味津々でですね、やってきてしまいました。どんな感じのカレーそばなのかっていうのね、あとは天ぷらも一緒にいただこうと思いますので、とても楽しみです。そしてハピグルメでは山形グルメをどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。早速行ってみましょう。
はい、食べてまいりました。いやうまかったです。じゃがいもとカレーがよく合ってます。カレースープ自体もね、ちょっと普通 の, カレーうどんとかカレーそばとかのスープというか出汁とちょっと違う感じで、まあ、そこにじゃがいも のふわふわっとしたやつが入ってたんで、普段のね、うどん、カレーうどんとかそば、カレーそばに飽きた人、ちょっと変わったものが食べたい人は山竹さんでぜひ白いカレーうどんじゃないカレーそばをですね食べてみてください。あと牡蠣と白子と山菜の天ぷら、すっごい美味しい。これもぜひ食べていただきたいんですけど、特に白子はね、もうほんととろっとしてめちゃくちゃ美味しいです。美味しいしか言ってねえな。クリーミーだったんで、もうそばもクリーミー、天ぷらもクリーミーで、クリーミーでした今日は。あとフキノトウの苦味がですね、こう春を感じさせてですね、まあ、最高でしたね。はい、美味しそうと思ってもらえたら幸いです。今回もごちそうさまでした。